昔、京の都の外れに安国寺というお寺がありました。ある夏の日、一人の少年がお母さんに手を引かれてやってきました。この少年の名前は一休さんと言います。みんな、ここにいるのが一休じゃ。みんな仲良くするんじゃぞ。はーい、はい、はーい。こうして一休さんのお寺での修行生活が始まりました。お寺の朝はまだお百姓さんも起きない早いうちから始まります。さあ、忙しい一日の始まりです。が済んだら和尚さんのお出かけ。いってらっしゃいませ。やったな。何するんだい。わいわいわい。くっ、お習字のお稽古はみんな真っ黒。こうしてお寺の一日はあっという間に過ぎてゆきます。そして夜、小僧さんたちにとっては一番楽しいおしゃべりのひとときです。あは、みんなそろそろ寝なされや。はーい。ねえねえ、みんな知ってる？何？和尚さんね、夜になるとこっそり一人で水飴舐めてるんだよ。本当？というわけでみんなで和尚さんを覗きに行くことになりました。和尚さんは甘いものにかけては目のないお方だったのです。あ、誰じゃ？そこにおるのは？なんじゃこんな夜遅く。和尚さん、その後ろに隠されたものは何ですか？これか、これはじゃな、その、なんじゃよ、毒なんじゃよ。え、毒？そう、この毒はな、子供が舐めると死んでしまうんじゃよ。その、大人が舐めると薬になるんじゃよ。小僧さんたちはもうカンカン。そこで一休さん、いい考えを思いつきました。次の日、和尚さんがお出かけになった後のことです。この飴みんな舐めていいの？叱られない？大丈夫。僕にいい考えがあるから。それじゃまず僕がお毒み。こりゃうまい。あっという間に水飴の壺は空っぽになってしまいました。さて、一休さんにはどんな方法があるのでしょう。夕方になって和尚さんが帰ってこられました。はて、一休、何を泣いている？どうしたのじゃ？はい、和尚さん、私は悪いことをしてしまいました。それで死のうとしたのですが、死ねないのです。何、死ぬじゃと？して、どんな悪いことをしたのじゃ？はい、和尚さんが大事にしてらっしゃる硯を割ってしまいました。なんじゃと、あの硯をじゃと？はい、それで死んでお詫びをしようと、壺の中の毒を全部舐めたんですが、死ねないのです。何、あの水飴を全部舐めたじゃと？あれ？やっぱりあれは水飴だったんですか？毒じゃなかったんですか？いやいや、毒じゃ、いや水飴じゃ、毒じゃ水飴じゃと、和尚さんは大慌て、とうとう嘘をついていたことがバレてしまいました。でもさすがは偉い和尚さん、素直に一休さんに謝りました。嘘をついたのはわしが悪かった。この通りじゃ。と一休さんも、和尚さん許してください。私も嘘をついておりました。何？そなたもじゃと？はーい。一休さんは元のままの硯を和尚さんの前に差し出しました。あれ、あれ、一休、嘘はいかんの。はい、嘘はいけませぬ。
うわうわこんなことがあって一休さんの頭の良さはみんなから認められるところとなりました。さて夏が過ぎて秋がやってきました。和尚さんは碁がお好きで相手はいつも小物屋の太平さんです。ところが小僧さんたちにはこれが悩みの種。というのも太平さんが帰るまでは自分たちも眠ることができなかったからです。そこで太平さんを来させない何か良い方法はないものか。翌日太平さんがいつものように寺の前へ来ますと、獣の皮を着た人はお寺の中へ入ってはいけません。ふーん、一休さんの仕業じゃな。わしがいつもこの毛皮のちゃんちゃんこを着ているのに目をつけたと見えるな。さーて、どうしたものか、うん、あ、そうじゃ、はて、お揃いでどうしましたかな。太平さん、門の前の張り紙はお読みになりましたか。もちろん読みましたとも。太平さんの着ておられるそのちゃんちゃんこは獣の皮で作ったのではありませんか。へへ、行ってきたぞ。はい、これは熊の毛皮で作ったものです。それならどうして寺の中へ入ってこられたのですか。へへ、行ってやるぞ。それはですな、それなら寺の中にある太鼓はどうですか。太鼓は獣の皮ではありませんか。太鼓があるのになぜ私が入ってきてはいけないのでしょう。太平さんは太鼓だ。太鼓はいつもバチで叩かれておりまする。一休さんはバチを振りかざして太平さんを追いかけ回しました。こうして小間物屋の太平さんとんちで一休さんをやり込めようとしましたが、逆にまんまとやり込められてしまいました。そうしてある日のこと、太平さんからご馳走したいので一休さんと一緒に来てほしいという手紙が参りました。二人は太平さんの家へと出かけました。と、この橋を渡らないでおいでください。なんじゃこれは。橋を渡らないでどうやって太平さんの家に行くか。どうだ、これには一休さんも参ったろうと物陰から太平さんが見ておりますと、堂々と橋を渡ってまいります。えらら、一休さん、一休さん、あなた縦札は読まなかったのですか。もちろん読みましたよ。それではなぜ。はい、私どもは橋は渡りませんでした。橋ではなく真ん中を通ってきたのです。橋と橋、真ん中を。なるほど、いや、参った参った。太平さんは一休さんのとんちにすっかり兜を脱ぎ、二人に気持ちよくおもてなししたそうです。冬が去り春が来ました。京の都ではとんちに強い一休さんのことがすっかり有名になり、将軍様のお耳にまで達することになりました。ある日、一休さんと和尚さんは将軍様の前に招かれました。そちが一休か、今日は一つわしの願いを聞いてもらいたいのじゃが。はい、私にできますことなら何なりと。うん、それなら一休、一枚の屏風がある。この虎が夜な夜な屏風を抜け出し悪さをして困るのじゃ。この虎を縛ることができるかの。どうじゃ、できるかの。はい、承知しました。一休、そんなもじゃなこと。和尚さんはそう言って止めましたが、一休さんは屏風の前に行くとキリリと鉢巻きをして、虎を縛る縄をお貸しください、そう叫びました。そして虎がそこで暴れますと将軍様に迷惑がかかります。虎をここまで追い出してください。なんじゃと。ささ、ここまで虎を追い出してくだされ。これこれ、一休、絵に描いた虎を追い出されると思うか。絵に描いた虎を縛れると思うか。むむむむ、
なるほど。うまい一休。あっぱれだぞ。あっぱれじゃ。一休さんはこうして見事将軍様の難題に答えました。都の人々がこの噂を聞いて大喜びしたことは言うまでもありません。そして、とんちの名人一休さんは、その後一休禅師というとても偉いお坊さんになりましたとさ。